面白いところ打ち出してくれたじゃないですか、ね、ハンドリングはちょっと危ないんですけどね見たいですね、危ないんだけどでも、まあ、それより窓の方が危ないんじゃないですかね、あれなんかこう窓開けた途端に大人1枚子供2枚みたいなねそう、ええ、あれマーチがね、うんうん、レポーターの票は結構高いにもかかわらず視聴者の方の得票はあんまりなかった。そうですね、これがまあ一つのあれですよね、こう今回の票の分かれ方っていうのは見方の違いに表れてるじゃないですかね。とつみさん、マーチなんかこうプロはどういうふうに評価してるんですか。そうですね、まあ、やはりしっかり作り込んであるのと、それから非常にね基本性能はしっかりしてますよね、うん、で小さい車の中で居住性も十分だし、それから、まあ、ドリフト走でもそこそこあると、そして、まあ、ハンドリングもきちっと、まあ、1.3 の方はきちっとした走りができてますしね、うん、まあ、そういったところの基本性能の高さというところを、まあ、買ってるんだと思うんですけど、いかんせんですね、やはりこう全体に花がないですからね、うん、こういったやはり視聴者の得点のところではちょっと集めにくかったかなというところがありますね、うん、そこら辺はそれでいいでしょうね、視聴者の方はその非常にこう花というか人気投票的、そしてやっぱり、まあ、僕たちといいますか、ちょっと僕は別としましても専門家の方の意見というのはもうすぐベースとか世の中の流れとか抑えたところ、それで差があって当然だと思いますけどね、まあいろいろ話してきましたけども、私たちとは少し視聴者の皆さんと結果は違いますけども、モーターランドカーブザイヤーとしてはランサーの GSR エボリューションが選ばれました。ではここでお待ちかね。